はい、こんにちは。自営業専門税理士、川南です。本日の動画は、駆け込み節税、まだ間に合うということで、皆さん好きな節税について動画で一緒に勉強していきたいと思います。確定申告シーズンになったら遅い、後悔する自営業フリーランス多発しますので、しっかり本日の動画で一緒に押さえていきましょう。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS をしています。またビジネス書2冊出版しています。どれもすべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。では早速、駆け込み節税、一緒に学んでいきましょう。走れ駆け込み節税、確認すべき12項目いきたいと思います。本日の内容です。駆け込み節税、ギリギリを狙ってる方いると思います。節税は年内まで、私よくね、動画でスローガンのように使わせていただいてるんですけど、確定申告シーズンになって慌てても節税はもう間に合いません。今の時期、年内までに終了させましょう。また本日の動画、ギリギリ駆け込みの方にも役立ちますし、また次年度、次の年の節税にも役立つ内容たくさんありますので、ぜひどちらの方もご覧になってください。まず節税の前にやるべき準備があります。こちらまず解説します。その次に、まだ間に合う節税12項目ざっと解説していきます。そして最後、節税という大きな罠、注意点について解説しますので、動画最後までご覧になってください。ではまず、節税の前にやるべき事前準備、重要ポイントなので説明します。やるべく準備です。まず一つ目、今期の経理を終わらせてください。今日見ている動画の日付ギリギリまでですね、今期の経理をなるべく終わらす。これができていないとですね、結局数字が出てこないので、節税すべきかどうかもわかりません。というわけで、今期の経理を終わらしましょう。レシート、領収書、また経費の明細書、手元にあるでしょうか。経費の明細書というのはですね、携帯電話の明細書や Amazon で購入した履歴、またカード明細書などなど、様々な書類が必要になってきます。これらを一箇所に集めて、レシート、領収書、支払った経費の領収書、明細書あるか、今一度チェックしてください。次にするべきこと、会計ソフトの入力作業をしましょう。まだ会計ソフトに入力が終わってないものがあるとか、経理が春のままストップしている、夏の状態から手をつけてない、そんな方はまず経理作業に取り掛かりましょう。こちら、会計ソフトには何を入力するかと言いますと、現金の動き、また預金通帳、こちら事業用の通帳、そしてまた経費に利用したクレジットカードとある方、この事業用に使った支出が関わってくるものを入力することになります。しっかりここの今期の経理をできるところまで終わらすということが、やるべき事前準備です。二つ目、今年の所得金額の推測をしましょう。今、動画を見ている段階では、まだ32月末、また1月にある売掛金の入金の金額が確定してないという方もいらっしゃると思いますが、今年の所得金額が大体いくらぐらいになるそうなのか、また昨年と比較して増えるのか減るのか、いくらぐらい増えるのか減るのかという推測をするようにしてください。この事前準備ができていないと、結局節税すればいいのかわからないからです。この所得金額の推測、じゃあどうやってどこを見ればいいんですかという方に、こちら紹介しておきます。所得金額は、1年間のあなたのビジネスの売上から、かかった経費、支払った経費を引いた残りのもの、利益、儲けというもの。ここが今期の所得金額になります。この所得金額の予測、推測数字を出すということが非常に重要になってきます。節税というのは数字が見えないとできません。そもそも節税する必要があるのかないのか、また節税するにしてもいくらぐらいやればいいのかというのがわからないため、今年の所得金額の推測が必要になってきます。そしてこちら、所得金額の推測をするためにはですね、その事前経理を終わらすという作業がセットになってくるわけです。では次から、節税項目の確認すべき12項目について順番にピックアップしていきます。確認すべき駆け込み節税12項目、順番に行きましょう。まず一つ注意点なんですけど、一つ一つのこの節税項目を解説していますと、非常に長くなりますので、大事なポイントだけかいつまんで、駆け足で進んでいきます。ですので皆さん、この12項目の中、自分に該当しそうだなとか気になるものを調べていただいて、また別途動画作ってるものたくさんありますので、しっかり学んでいただいてから駆け込み節税するようにお願いします。
まず一つ目、小規模企業協賛の加入。まだ加入されてない方はですね、この小規模企業協賛の加入をおすすめします。または今かけてる学金がまだ上限じゃない方は増額をするという方法もあります。この小規模企業協賛何かと言いますと、個人事業主のための退職金制度になっています。特徴として掛け金が全額所得控除できる、ここが節税につながります。この掛け金なんですけど、自由に設定ができまして、最低1000円から上限月額7万円まで自由にご自分で決めて設定することができます。そしてここが最大の特徴になります。年払いが OK です。加入窓口の締め切りというのがあるんですけども、そちら確認していただいて、だいたい12月の中旬頃まではどうやら政府間に合うようです。なので今から書き込んでも、年払い1年間分を前払いすることで、例えば上限の7万円マックスまでかけるっていうふうに決めた場合には、最大84万円の所得控除を得ることができるということです。こちら窓口の駆け込みギリギリに待ってますので、もし興味ある方、また検討している方、お早めの対応をお勧めします。二つ目の項目、倒産防止協賛の加入になります。こちら倒産防止協賛は、開業2年目以降の方が加入対象になります。こちら開業1年目の方対象外になりますので、お気をつけください。そしてこちら倒産防止協賛は、特徴として掛け金が必要経費に計上することができます。では掛け金いくらいけるんですかと言いますと、こちらになります。5000円から最大20万円までかけることができます。こちらも小規模企業協賛と同じく年払いが OK ですので、その年の上限額まで掛け込めるということになります。こちらの2つ検討している方、また興味ある方はですね、ぜひ詳しく調べてみてください。この小規模企業協賛に関しては、私過去に動画を作っています。こちらの動画になります。注意点や詳細、さらに詳しく動画で解説してますので、ぜひそちらの方を利用してください。ではポイントだけかいつまんで、次の確認項目いきます。次は先住者給与の増額を検討しましょう。もうすでに先住者給与を払っている方、この増額を検討するってことになります。この先住者給与、どういったものかと言いますと、家族への給与を経費にする方法です。もともと有効な節税方法の一つなんですけど、この先住者給与を増額するということも節税になります。こちら1点気をつけてほしいんですけど、先住者給与は事前に税務署に届け出が必要になっております。なので今年先住者給与を出しますよという届け出が済んでない方は、早くて次年度、来年からになりますのでご注意ください。すでに税務署に届け出が出している方が対応になります。そしてこちら先住者給与に関しては要件がありますので、そちらの要件をしっかり確認して、自分のケースが該当するか確認して先住者給与するようにしてください。もう一点注意点なんですけど、この届け出に出している金額より多く支払うことはできません。なので届け出が上限額いくら月額なっているのか、必ず確認をするようにしてください。届け出を出している金額より増額することができませんので、そこだけお気をつけください。今まで月5万円だった先住者給与を、例えば8万円にするとか、今まで月10万円先住者給与を払っていたものを15万円にするというふうに増額しますと、その分先住者給与として経費に計上することができるため、経費が増額して税金が圧縮できるという仕組みになっております。次の確認すべき項目、短期前払い費用の特例というものがありますので、知っておくといいんじゃないかなと思い紹介します。こちらは支払い時に経費計上するものを1年分払ったとします。そうすると短期前払い費用として認められたものは、その年の経費に全額計上できますよという特例になります。例えば保険料やシステムのリース料が該当します。逆にならないものは、雑誌の年間購読料は該当しませんので、この短期前払い費用の特例の要件に該当するか、しっかり皆さん調べて計上するようにしましょう。次に条件、要件を簡単に紹介します。こちら短期前払い費用の特例には条件がありますので気をつけてください。役務の提供を受けるための支出であること、次が支払い日から1年以内に提供を受ける役務であること、そしてもう一点、ここ重要なんですけども、継続して同じ処理をすることです。今年だけ短期前払い費用の特例を使って、来期は使わないというようなことはできませんのでご注意ください。同じ処理を継続してしていくということが条件になります。こちら短期前払い費用、条件がありますので、必ず確認してから経費に計上するようにしてください。前払いしたものがですね、経費にできるっていうふうに捉えてですね、安易にしないよう注意しましょう。そして今紹介した3つ目の先住者給与について過去に動画を作ってますので、もう少し詳しく知りたいとか、内容についてはこちらの動画確認してください。では次、どんどん行きましょう。
確認すべき節税項目、次はイデコの加入です。もしくはイデコの増額をするというのも節税につながります。イデコってじゃあ何なのかと言いますと、これは資産形成になります。個人年金というふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。このイデコを加入をすることでどういった節税が狙えるのか、特徴がこちらになります。掛け金が全額所得控除にできる、これがイデコの最大の特徴になります。こちらイデコには上限額がありまして、その方によって違うんですけど、個人事業主の方は月額最大6万8000円までかけることができます。こちらすでにかけてる方は増額を検討してもいいですし、まだ入ってない未加入の方は次年度に向けてイデコに加入しておくのいいかと思います。一点注意点は、イデコはすぐに掛け金が反映されません。タイムラグがありまして、変更が反映されるまで約2、3ヶ月かかります。ですので、どちらかというと、滑り込みというよりは、次年度の節税というふうに捉えてもらえるといいと思います。次の項目いきましょう。国民年金の前払いです。これ国民健康保険の前払いでも該当します。同じことです。国民年金の前払いをすると、その支払った年に全額控除することができます。ですので国民年金を前払いすることで多く所得控除ができますので、その分節税につながるということです。ただし一点注意してください。前払いしたということは、次年度はこの国民年金もうすでに払ってますので、所得控除する金額が減ったり、また前払いするので次の年はないというふうになりますので、その年のバランスを見る必要があります。またもし過去にですね、未払いの国民年金や国民健康保険がある方、今年所得が出てる、節税したいという方は支払うのも一つの方法です。過去に未払いのものがある方は支払った分が控除になります。こちらね、ない方もいますので、ある方だけの内容となっております。またもう一点だけ紹介しておきます。家族分の支払いも該当します。例えば大学生のお子さんの国民年金を自分が負担した場合、こちら払った人に控除がきます。ですので、こういったもし家族分の支払いも自分が負担している場合には、確認して漏れのないように計上するようにしましょう。では次の確認項目、こちら人気の方法となっております。確認すべき項目、次は30万円未満の B 品を購入しましょうという節税方法になります。基本ルールはですね、10万円以上の資産を購入した場合は減価償却をするというのが基本のルールになります。減価償却というのは、通常10万円以上の、例えばパソコンを買った場合にはですね、数年間に分けて経費計上をしないといけないんですけど、特例が使えるんです。この特例の名前がこちらになります。少額減価償却の特例です。こちら使う場合に要件がありますので、しっかり確認してください。まず一つ目の要件、こちらは青色申告の方のみ対象となる特例になります。白色申告で確定申告提出している方、該当しませんのでご注意ください。青色申告の方のみになります。そしてもう一点、上限額は300万円までというふうに決まっています。このように30万円未満の備品を購入することで、一括して経費に計上できるため、この一括計上することが節税につながるということになります。こちらの特例人気がありまして、皆さん結構ですね、利用する方多いですので、ぜひ覚えておきましょう。また知っておくと損のない情報ですので、しっかり押さえておきましょう。そしてもう一点、確定申告時期に記載しないといけない項目、ポイントがありますので紹介します。こちら減価償却の固定資産台帳の適用欄のところに、措置法 28-2 というふうに記載する必要がありますので、この点お忘れのないよう、漏れのないようよろしくお願いします。この書き方がよくわからないとか、そもそも減価償却って何ですかっていう方、私以前に過去動画作っております、減価償却完全マスターという動画ありますので、こちらの方でぜひ復習していただければと思います。この適用欄の記載方法もこちらの動画で実際の用紙を見ながら解説しています。では続きいきましょう。経費にできる税金をピックアップしましょう。ここ個人事業主フリーランスの方意外と間違いがちなんです。改めて紹介したいと思います。経費にできる税金とできない税金がありまして、できる税金をまず紹介します。こちら印紙税、個人事業税、消費税を払った場合、こちら経費にできる税金になりますので、皆さん入力漏れがないか、また入力ミスがないか一度ご確認ください。逆に住民税や所得税は経費にできません。これが経費になっている方は入力を修正するようお願いします。またその他にですね、固定資産税や自動車税も経費にできる税金になっています。注意点は、この固定資産や自動車を事業にも使っているということが条件になりますのでご注意ください。プライベートで使っているもの、また自宅の固定資産は該当しませんのでお気をつけください。
そして次の項目、家事案分で経費計上をするということです。これどういったことかと言いますと、事業分の光熱費や通信費などは一部経費に計上できるよという家事案分というルールがあります。こちらを使って経費に計上することで節税につながるという方法になります。知らなかったとか、またやってなかったっていう方は、入力漏れのないように、また家事案分し忘れた、そのまま確定申告出したっていう方もいらっしゃいますので、しっかりとここもう一度チェックするようにしてください。次の項目です。次はオーソドックスな方法なんですけど、青色申告を10万円でしている方とか55万円でしている方は、最大青色申告の最大である65万円控除を目指しましょう。10万円の方がですね、65万円控除になるだけでかなり節税につながります。青色申告特別控除、せっかくある控除ですので、しっかり最大65万円を狙ってみましょう。こちら電子申告をするだけで55万円控除だった方が65万円、10万円アップすることができます。そして番外編としてあと2つ紹介したいと思います。まず1つ目がもう皆さんご存知、メジャーになりました、ふるさと納税です。こちらどちらかというと節税というより住民税の前払いというものなんですけど、住民税を前払いすることで返礼品がもらえるという点がお得になります。何もしないでいると返礼品はもらえませんが、こういったふるさと納税をすることで自分のふるさとやまた興味のある地域に寄付をすることができます。そしてその寄付をすることによって返礼品が手元に届くという仕組みになっております。もうやっている方多いと思いますが、一応紹介させていただきました。二つ目の番外編、経費の駆け込み購入になります。必要なんだけど、ちょっと後回しになっていた欲しかった仕事で使う経費というのあるかと思います。そういったものを今年利益が出そうだな、所得が上がって税金がかかりそうだなっていう方は駆け込みで購入するというのもありな方法です。個人事業主フリーランスの駆け込み節税ということで、経費の駆け込み購入結構される方多いですので参考にしてください。さて駆け足でこれら確認するべき12項目紹介させていただきました。各自気になる項目ありましたらぜひ調べてみてください。本日動画では必要なポイント、最低限のポイントだけをピックアップしてますので、詳細まで解説できておりません。そして今年は間に合わない、もしくは自分はね、節税しなくてもいいんだけど次年度、来年度はどのようになるか分かりません。もしかしたら売上が上がるかもしれませんし、一気に所得が上がって税金が上がる可能性も大いにあります。そういったことを踏まえて今日の内容を振り返ってみて、次年度に対してできるものをスタートしておくといいかと思います。では最後、節税の大きな罠、皆さんが陥りがちな注意点について最後解説したいと思います。こちら節税の罠なんですけど、節税というワードにですね、皆さんお得なんだというふうに覚えてしまって間違えてしまう方がいるというのが現実です。どういった罠なのか説明しますと、経費になるということで節税になるということで、皆さん安易に経費計上しがちです。経費というのはお金はキャッシュアウトします。実際にお金は支払います。無料ではないのでお気をつけください。そして同じくですね、必要のない経費を使うということは浪費につながります。これいるかなどうかなというふうに悩んだところ、経費になるからいいやと言って購入して、後々時間が経ってみたらですね、全く使わなかったとか、これ必要なかったっていうことは結構自営業フリーランス経験あるかと思います。そして皆さんね、一回はやる失敗あるある話になっております。この必要のない経費を無理に計上しようと物を買ったりするのは完全に浪費になりますのでやめましょう。皆さんこの節税経費にするというね、魔法の方法だっていうふうに思う方多いので、こちら節税の罠になりますのでお気をつけください。次の罠2つ目紹介します。資金と資金繰りに注意してください。こちら節税しようと思うと、先ほど言ったようにお金はキャッシュアウト、現金は流出します。ですのでその後の資金繰りができるようにしっかり注意しておいてください。節税にね、お金を投資したはいいものの、その後の税金の支払いが春に来ます。その他普段から使っている経費、家賃の支払いやスタッフへの給料、通常通り払うべきものというのは発生してきます。ですので節税にお金を使い切ってしまって資金がショートするっていうようなことは本末転倒になるのでお気をつけください。
そしてもう一点重要な、年末ギリギリすぎて節税にならなかったという罠があります。事業で使用開始するということが経費計上の条件になります。年末ギリギリにですね、例えば Amazon で何か商品を買ったけども、届いたのが年明けになってしまった。年明けに届くと、その年に事業で使用するということは不可能ですよね。なのでこういった場合は経費に計上することができなくて、次の年の経費になってしまいます。なので、あまり年末ギリギリにやって手元に届かない、また配達が遅れてとか、年末年始はいろいろとトラブルが起こりがちですので、あまりギリギリ狙いすぎないようにご注意ください。事業で使用開始した時点で経費に計上できるというふうに覚えておきましょう。こちらも節税の罠になります。そしてもう一つ最後になるんですけど、こちらも自営業フリーランスにたまにいらっしゃるので注意喚起したいと思います。そもそも自分のビジネスが赤字なのに節税を頑張る人というのが存在します。また所得税がゼロで税金がゼロなのに節税しなきゃということで経費を計上したりとかですね、必要ないのに節税しようというふうに思い込んでいる方、一部いらっしゃいます。赤字の方、またですね、所得税がゼロの方はそもそも税金を払っていない方になりますので、そんな必死になってお金を流出させてまで節税する必要はないということをしっかり覚えておきましょう。こちらも大きな節税というワードに惑わされた魔法の方法なんじゃないかなということで勘違いしている方一定数いますので、注意喚起させていただきました。というわけで、本日の動画は駆け込み節税確認すべき12項目について解説させていただきました。参考になれば幸いです。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。私はオンラインサロンを運営しています。 Facebook の非公開グループで運営しています。オンライン上で税理士を味方につけるというコンセプトでしています。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士という専門家に質問や相談を24時間いつでもすることができます。文章で質問してきたことに対して私が文章で答えるという、ちょっとチャットのようなイメージを持ってもらえるとイメージしやすいと思います。2つ目のメリット、メンバー全員経営者、起業家ばかりですので異業種交流ができるということで非常に好評です。3つ目の特典、記事の購読権利がついています。オンラインサロンのみだけに投げている投稿記事があるんですけど、その記事を読める購読権利があります。また過去記事も全て読めますし、過去のメンバーさんが質問した内容も検索ですぐ出てきますので、ものすごい貴重なデータとなっております。4つ目の特典、定期的にズームサロンを開催しております。こちらズームで直接私に質問相談することもできますし、メンバー同士情報交換ができることで非常に好評です。こういった4つの特典ありますので、ぜひサロンの方、加入の方ご検討ください。オンラインサロンについての詳細はオンラインサロンのホームページ概要欄から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。参加お待ちしております。その他 SNS もやっております。こちらもですね、リンク貼っておりまして、すべてのもの飛べるようになってますので、一度ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画、駆け込み節税走れということで、ギリギリ間に合うもの、また次年度に向けて準備しておくもの、いろいろな様々な節税を一気にダイジェストで説明させていただきました。皆様の参考になれば幸いです。こういった個人事業主向け、フリーランス、副業向けに役立つ動画、今後も動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。コメントやいいねボタンを押してもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。では本日の動画の内容以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川美奈美でした。それではまた。